Oh?Let's go. Why are we here?Something about brulee foods and good vibes? Sure. We went up the mountain to find the source of the shouting. As far as I can make out, it's almonds, this...And cocoa paste that sounds delicious, that's for sure. The lively voice invigorates your steps and you ascend the mountain in no time. Oh, thanks for the auto teleport, man. What?今日旅に出たら絶対いいことが起こるって言ったでしょ。スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。ナビアの運がいいのだろう。あんたたちもリーウェのお祭りを機に旅行へ来たの？怪盗祭を祝して。怪盗祭。いい仮説だな。ハッピーランタンワイ。誰もいないぞ。それにさっきオイラたちが下で聞いたあの大声、もしかしてあれってナビアだったのか。おお、あんたたちさすがね。だいぶ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんて。 What were you shouting about? いやいや、オイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだぞ。まあね、なんだって私はボスだから。確かにメリットと言えなくもない。What? そうだな、声が出かけりゃコミュニケーションも取りやすいだろうし。て違う、気にしてたのはそこじゃないぞ。オイラが聞きたかったのはなんで誰もいない山の中で大声を出してたのかってことだ。アンニーンとかバブルオレンジとか、まさか何かの暗号か。 Maybe it's a food. 暗号ではない。ただの無意味な言葉だ。であると同時に有意義な叫びよ。山を登る人ってよくこうするじゃない。困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き、目の前に広がる美しい景色を眺める、nice. で大声を出して発散したくなる衝動を抑えきれず。I see, so it's not what you were shouting that matters, it's the act of it itself. そうそう、さすが相棒、わかってるじゃん。それに、迷惑にならないか、行営層の人たちに聞いたら、みんな大丈夫って言ってくれたの。登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだから、みんな慣れてるんだって。あとほら、人生で何度か山の頂上で叫ばなきゃ、でしょ。人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために無償に何かしたくなることってないの？いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。お前狩りに行ったりするんだな。確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは気分次第だがな。え？ん？うんうん。ところで、あんたたちも叫んでみない？内容は何でもオッケー。適当で大丈夫。ストレス発散になるから。おー、
別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。 And I prefer to keep things bottled up. I'm not sure that's a good thing, but okay. それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない？ほら、そんなに気張らなくていいって。さっきフリーナもやってたんだから。 Why is she here? Who?自分の耳を信じていい。聞き間違いではない。実を言うと、この山に登ったのは誰かの叫び声を聞いたからなんだ。そう、誰かが助けてくれとか、どうすればいいんだって叫んでてね。それがぼんやりと聞こえてきたもんだから、私たちも急いで山に登ったの。そしたら顔を真っ赤にしたフリーナとばったり会ったのよ。私たちを見るなり一目散に山を降りてったけど。ああ、思い出した。あの時フリーナ様が叫んでいたのは、助けてくれ、台本はどうすればいいんだだったな。なんて叫んでたかはっきり聞こえてた。ロビン早く言ってくれなかったのよ。フリーン deadpan voice。どちらにせよ、ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考え、あえて言わなかった。どうやらストレスを発散してたら、お前たちに見られちゃったみたいだな。異国で知り合いにばったり会うなんて、フリーナはおそらく、いや、全く予想もしてなかっただろうな。Was she alone? 多分そうです。来る途中ヌビレットさんに会ったけど、その時はもう帰ろうとしてたし、一緒に行動してるわけじゃないと思う。ヌビレットまで漁営層に来てたのか？ So many people from Fontaine. ヌビレットは何しに来てたんだ？まさか旅行ってわけじゃないよな？旅行なんじゃない？たった半日で急いで戻ったって聞いたけど、ほんと忙しい人よね。あの方はほとんど休暇を取ったことがない。半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろう。この間シャルロットがリーウェの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに。Who asked you to follow her? フォンテーヌ人は本当にお茶が大好きなんだね。I'm guess, obviously. いや、私が飲みたいわけではない。I knew it. この間、公爵との賭けで負けてな。その景品として何か送る必要があるんだ。You made a bet again? ただの口頭での賭け事に過ぎないかな。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。道端のミントを積んでそれを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。はあ、取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。そういえばあんたが買ったあの茶葉、ここの特産品なんでしょ？名前は確かヌビレットさんが教えてくれたんだけど、なんだったっけ。スンクロウティー、buy 10 boxes, get half off. そうそう、それ。で、いい方法だ。10巻買ってたりしないよな。そんな罠にかかるように見えるか？あ、そういえば、私の声を聞いて登ってきたんだよね。あんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？あ、そうだ。Oh yeah. 実は友達が漁営層に来るって聞いて、オイラたち今日はその様子を見に来たんだ。Wanna follow? もしかしたら会えないかなって思って。あら、つい話し込んじゃった。あんたたちの時間を奪っちゃってごめんね。No harm done, partner. ならよかった。Okay, good. じゃあ、そろそろフータを探しに行くか。
Let's. ああ、私たちのことは気にしないでくれ。まだ登ったばかりだから、もうしばらくここにいる。To be honest, for me, my stress relief will be just enjoying the wind on the mountain. Sounds reasonable enough.どうしたらここで叫んでくれるの？そうまでして聞きたいのか？だって気になるじゃない。なんだかやばそうな言葉を叫びそうだし。いや、やはりやめておこう。言葉にするより、私は直接手を下す方が好きだからな。妖艶草といえばお茶。お茶といえばザオ茶だよな。How about the cake? ザオ茶の時間は長いってガミンが。What's the cake in the other place? この時間でもまだ天心って食べられるかな。Afternoon tea might be more appropriate at this point. 午後だろうと午前だろうと関係ないぜ。どうせ天心を食べることに変わりないんだからな。この辺りになんかうまそうなもんはないかな。ん？間違いじゃないよな。フータオと勝利の間にいるのってフリーナじゃないか？もう。あの三人一体何の話をしてるんだ？勝利は博識だからフリーナに妖艶草のことを紹介してたよ。I wouldn't put that past, but okay.What? Oh, we're making bad? Wanna bad? なんでお前までかけごとを始めるんだよ。まあでも、お前が海鮮貝大盛りを3杯かけてくれるなら、付き合ってやってもいいぜ。勝利がいるなら、話を変な方向に進めないはず。決めた。おいらは勝利のガイドにするぜ。And I vote for the hustler who town. Yashi, then I saw it. Sasuke Kotayo Kikini Kose. Sure. Huh? Sorry, Rina. Ari? Nande Oira made Ogoe o dasu you ni natte nda?おや、吉神両日、体型至極。なんとまあ、次から次へと。事前に約束をしていないというのに、こうして二人に会えるとは、実に縁がある。え、まさか勝利先生とフータオも旅人と知り合いなのかい？ I've keenly felt the passage of time since our last meeting. So many chums all in one place.勝利さんの真似が上手だね、親友。後半、ここで旅人に会ったのは確かにちょっと驚いたけど、君たちは国々を旅する英雄だから、その足跡を残す範囲が多いのも十分うなずける。Thanks。では、水の潤沢なこの地で、僕からの祝福を君たちに捧げよう。怪盗祭を祝して。Happy Lantern Ride。つまり。お前たちはフォンテーヌの地に足を踏み入れたのか。Yes. 旅人は数々の縁を結んできた。フリーナ殿のような名高く輝かしい大スターと知り合いであるのも不思議ではないな。そう、そんな大げさな。まあ、でも褒めてくれてありがとう、勝利先生。ただ、フォンテーヌでいささか人気を集めていようと、名声など取るに足らぬものだ。今の僕は美しい景色をいくつも眺め、アイデア探しの旅に出ているただの旅客に過ぎない。さっき話してた時に思ったけど、この王城堂の家系絶対に一般人じゃないぞ。What did he say to you? 子供の知りで見聞も広いのに、フォンテールで起きたことを知らないわけがない。もしかして僕のメンツを立てるために
知らないふりをしてくれてる。 This is so me. 何言ってんの。ただの旅客だなんて、この同士はそんな自己紹介認めないからね。 Overthinking every little shit. まさかフータオまで。 Oh yeah, that's so me. ねえ親友、聞いてよ。そのフータオ、フリーナは私のお客さんになったんだよ。Did you hear that, Paimon? She's Hu Tao's esteemed client. Hi, hi, wakatta. Omae no gachi da zo. Kutsuzoko ni kakushitoita hesokuri o dasu shika nai ka. Okay. Gachi tte nani ga? Anata tachi.まさか私で賭けをしてたわけじゃないよね。どうしたいもんやで。違うだろう。実はさっきお前たち3人が立ってるのを見て、何の話をしてるのか当ててみようぜってなったんだ。ほほう、なるほど。つまり私がフリーナに王城堂の営業をしてたことを親友は見抜いてたってわけね。Now you know me, man. そりゃそうだ。私たちの仲だもん。それでパイモンはどう思ってたの？勝利がここに来たばかりの人のためにガイドをしてるの。ニュービー、おい。え、来たばかりの人って僕のことかい？それならパイモンの推測もあながち間違いではないな。ああ、そうだね。勝利先生は確かに両映像一体で眺めのいい場所を紹介してくれた。ほら見ろ、オイラの予想も当たってたぞ。どっちも正しかったんだから勝ち負けなんてないよな。 Fine, keep your secret stash. It's no longer secret anyway. そうしょぼくれるなんて。じゃあこうしようぜ。お互いに海鮮粥をおごるってのはどうだ。オイラがお前に一杯おごって、お前がオイラに一杯おごるんだ。 OK。この同種に関係する賭けなら私にくれない？大きな商売が成立したお祝いにね。あ、バイ、Why would I buy you bow? What? 冗談冗談。王城堂はちゃんと利益が出てるし、むしろ私が吉日を選んでみんなにおごってあげないと。Why?だい？つまり王城堂が必要ってことはさ、つまり、ああそうだよ。はい、嘘だろ。<What? S 2> 誰のことか知らないけど、そのご愁傷さ。なんだい、何を考えてるんだよ。普通、王城堂って言えばあれのことだろ。She's just promoting. 僕の状況は君たちも知っているだろ。周りに葬儀を手配する必要のある人がいたかい？フータオに頼んだのは、英で使う道具の用意さ。この間、リーユエで出版されたホラー小説を読んだんだけど、その内容が実に素晴らしいものだったんだ。今でも毎晩明かりをつけないと寝られん。あー、いや、重要なのはそこじゃなくてだ。とにかく大スターのフリーナが再び舞台に戻ったからには、必ずやフォンテーヌの劇と英英業界に新たな聖戦をもたらすだろう。 You might even call it a breath of fresh theater.I'm not tea at all. What the hell is that? Oh, なかなかいいキャッチコピーだ。メモしておこう。宣伝用のポスターに使えるかもしれない。Oh God, please don't. そういうことだったんだな。じゃあ、今回フリーナがリーユエに来たのは、わざわざ王城堂
ともと僕は外国の景色でも眺めて気分転換をしようと思ってたの、oh. けどそこで運よくフータオと勝利先生に出会ってね。これぞまさに運命の導きと言えるだろう。ああ確かに良い縁だ。勝利さんはぐらかさないの。私に言わせれば道を訪ねてきたあの人に感謝しないと。ん？誰のことだ？君たちも知っている人だから当ててみるといい。It was Nivlet, wasn't it?さすが親友、今日の推理力は神がかってるね。You tell everyone about your encounter with Navia and Chlorine at the top of the mountain. One look at the pitiful expression on Fina's face is enough to convince you to leave out the part of the shouting. まさか、ヌビレットが道に迷うなんて思わなかったぞ。意外だね、僕だって一人で来れたのに。僕が来た頃には彼はもう帰ろうとしていたよ。フォンテーヌ邸へ戻るのに最短のルートを聞いていた。うん、そうそう。まあこの付近の山道は入り組んでるし、遠回りしたくないのもわかるよ。For him though, swimming will be probably the fastest route of them all. それで、フータオは道を教えてやったのか？もちろん。この道主は一応案内人の端くれだからね。方向感覚は抜群だよ。でもあなたたちの友人だけど、What about him? どうかしたのか、oh. 彼ってあんまり人付き合いが得意じゃないんじゃない？Nope. ああ、道理で背筋をピンと伸ばした歩き方とあの几帳面な言葉遣い、とても休暇できてるとは思えなかったもん。往復の移動を含めて半日だけだろう。彼以外誰も休暇だとは思っていないだろうね。どうやらその紳士は日頃からかなり多忙なようだな。明らかにそうでしょう。勝利さんは見てないけど、休暇だっていうのにあの人、会議に出席する責任者みたいな服装だったんだから。そうだったのか。ヌビレットに会わなかったのか？ああ。会いに行くな。I would love them to meet though。同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。あの紳士、言葉遣いは硬かったけど、勝利さんと気が合いそうだったよ。Yeah. And then they start dancing? Sure. うん、そうか。Judging by how Zhongli is acting, and taking into consideration Nivlet's true identity, could Zhongli have been avoiding him on purpose? I see. It is what it is. It's truly a pity. It is what it is. フリーナ殿の言葉を借りれば、これもある種の運命なのだろう。大丈夫さ。旅人がいればいつかは知り合うことになるだろうしね。それもそうだな。こいつは誰よりも友達が多いし。I'm a certain charm about me. I'm good with people. ああ、まさにその通りだろう。あ、really? そうだ。もし機会があったら、君からヌビレットに言ってあげてよ。彼が数日いなくたって。パレメルモニアは通常通り稼働する。ずっと室内に閉じこもってる必要はないんだってね。水の中の貝だってたまに殻を開けて新しい水を入れないといけないんだからさ。ルールのことが心配なら自分で休暇申請を書いて自分で審査を通せばいいじゃないか。うん、sure。 もしかしてヌビレットさんってお偉いさんなの？He's the fair and impartial Eudex of Fontaine, head of the highest court in the lands, otherwise known as the demon who controls all the paperwork in Fontaine. この同士の経験から言うと、上に立つ者にとって大事なことは2つ。
物事を自分の思うように進められることと傾聴緩急を正しく見極められる。 Then what does that make Ning Wang then? だからその友人にはまだまだ伸びしろがあるってことだね。伸びしろ？僕の覚え間違いじゃなければヌビレットは少なくとも1000歳を超えてるんだけど。ああ、そうだね。Oh, hi. おや？旅人、フリーナ殿。あちらの二人は知り合いなのではないか？ Yes.You just waiting for us? みんな話が盛り上がってるみたいね。私たちも混ぜてちょうだい。お邪魔ではないだろうか。おやおや、このお姉さん、随分と礼儀正しいね。でも遠慮はいらないよ。旅人とフリーナの知り合いなら、きっと私とも気が合うだろうからね。その単純明快さ、気に入った。Everyone circles around you, begins to introduce themselves. Who tell I light up stuff when she hears about Clarine's profession. But a quick explanation from Farina and Navia seem to dispel some of her more misguided ideas. 時間が経つのって早いね。暗くなる前に船に乗って帰るなら、そろそろ出発しないと。ああ。では。フリーナ様。うん。僕のことかい？はい。お帰りのご予定は？ついでにお送りいたしましょうか。そんな面倒をかけるだろう。それに君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。いえ、そういう意味ではありません。外で友達と偶然会ったら。共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。ここはほとんど参道だし、暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょ。そうそう、前の廃棄小説に書いてあるみたいに。 I knew you were gonna pull it out. 廃れた参道迷路のようポツンとある子や人おらず。 OK. 門前立つは赤ろうそく、風がないのに揺らいでる。親愛なる淑女レディ友よ、この僕も一緒に連れてってくれ。もちろんです。余計がプププフリーナってば本当面白い子だね。そういえばさっきの話だとクロリンデって昔フリーナの部下だったんだ。もしかしてフリーナももともとお偉いさんだったり？ああ、それはもう昔のことだから。上に立つのは辛いよ。僕には向いてない。うん、僕は今のように気ままに行動して、自由という名の新鮮な空気を吸ってる方が好きなんだ。ベンディ？行栄荘は確かに休息に適した場所だ。Oh, well, have you all have a good time? ああ、もちろん楽しかったとも。それに勉強にもなった。That's good. フータオと勝利先生にはとても感謝しているよ。もう何回お礼を言えば気が済むの？そんなに気を使わなくていいって。そうだ。今度来た時に町でザオ茶をおごってあげる。ザオ茶ってお茶会みたいなものかい？うん、大体そんな感じかな。お茶があって、天心があって、みんなで卓を囲いながら気が済むまでおしゃべりするの。へえ、いいねそれ。楽しそうじゃないか。ドンロンスーとハスの花パイは絶対に注文した方がいいぜ。いい匂いがするし、甘いから。クリーナもきっと気に入るはずだぞ。うん。じゃあ次に会うのを楽しみにしているよ。ところで、お前たち旅行に来たっていうのに、なんで手ぶらなんだ？ Not bringing home souvenirs? もちろん、持って帰るに決まってるでしょ。面白い小物をたくさん買ったんだ。タコに紙の傘、それから飛び跳ねる鉄のカエル。
あと小さな芸獣のぬいぐるみ。クロリンではあんまり買わなかったけど。まさか茶葉しか買ってないのか。いや、あとお茶味のキャンディーをシグリンさんへのお返しだ。クロリンではいつもこうなの。物欲があんまなくって。ああ、ナビアと差し引いたらちょうどチャラになる。先に言っておくけど、私別に無駄遣いはしてないからね。今日のショッピングだってちゃんと。 It's more of the luggage. How about you, Farina? 僕？茶葉は当然買うべきだろう。あとスチームバード新聞に載ってたおすすめも全部試しておくべきだし。あとはあれとこれ、それからどれも使えそうなものだ。だろ？ I think you fell into the marketing trap. あれ？そうなると余計わかんないんだけどさ。買ったものはどこに行ったんだ？まさかリネのマジックポケットを使ったとか。ああ、それは。すべてヌビレット様が持ち帰った。あ、なるほど。そういうことだったのか。ってなんでだよ。どうしてあいつが持って帰ったんだ。宝物でも集めてんのか。パイモンってば想像力が豊かだね。ヌビレットさんは私たちの荷物が多くて不便そうなのを見て、フォンテーヌ邸まで持ち帰るって言ってくれたの。最初はちょっと申し訳なかったけど、だって結構たくさん買っちゃったし。 Hence why the luggage. 仕事が終わったらお土産をメロピデ要塞まで届けるのを手伝うともおっしゃってくれた。ヌビレット様は約束を守るお方だ。そうおっしゃったのなら最後まで責任を持ってやり遂げるだろう。ほら、クロリンでもこう言ってる。彼の頼もしい部下がここまで言うんだから、私もついでに頼むことにしたの。へえ、まさかそんなに優しい人だったなんてね。見た目ほどお堅いわけじゃないんだ。ああ、うちの往生堂にもそんな風に責任感があって、用意周到で積極的に動いてくれる人がいたらいい。It would be funny if that's the case of how they met. Like Zhongli and Novelette meeting via work. そういえば、クロリンデがこう言ってたよな。ヌビレットが仕事を終わらせた後、お土産を公爵のところまで届けてくれるって。後でメロピデ要塞の入り口に行ったら、お土産を届けるヌビレットに会えるんじゃないか。でもあいつがいつ行くかはわかんないけど。そういえば、もうすぐ新しい1年の仕事が始まるよね。勝利さん、何かあったら必ず隠さずにこの同士に言ってよ。なぜそのようなことを。今日はちょっと上の空だったでしょ。口数も少なかったし、ずっとそうかとか確かにって言ってごまかしてたから。まさか中年に近づいて悩み事でもできたの。そうか。うん。冗談だ。行営層は都心部から離れ、生活の流れもゆったりとしている。ここに来るとつい気が緩んでしまうのだ。同志に心配をかけてしまったようですまない。ナイスエクスキューズで。なるほど。親友はどう思う？あなたもここに来ると気が緩むと思う？アロマイン、アロサイ。素晴らしい詩だね。確かに。You go so keen。帰る前に忘れ物がないか確認しときましょう。もしまだ何か買いたいものがあれば急いで。ストップ。承知した。頼もしい会長様。ちょっと。何言ってるのよ。確かにクロリンでは何も間違ってないね。会長様は本当に頼もしいと思う。 Okay, what? フリーナ、私が引っかかってるのは頼もしい云々じゃなくてその態度の方よ。態度。そういえば
クロリンネがプライベートではこんなに話しやすい人だとは思ってなかったよ。仕事中はあんまり言葉を発しないから人と関わるのが嫌いなのかと思ってた。仕事とプライベートは別ですから、場をわきまえるように気をつけているんです。相棒もパイモンも道中気をつけてね。 Don't worry, your partner is very strong. なんで急にカッコつけてるの？まあ確かにカッコいいけどね。強いのは事実だ。君たちとおしゃべりするのは楽しいよ。妖艶荘に来て本当に正解だった。今度また一緒に旅をしてもいいかな。見ろ、ナビレットだ。やっぱりいたな。君たちか、久しいな。よ、ここは人通りが少なくとても静かだ。仕事が早く終わったゆえここを散歩していた。早く終わったってノビレット、お前いつもこんな遅くまで働いてんのか？正確に答えるとなると日々のスケジュールにもよるが、私には時間がたっぷりとある。早くとも遅くとも大差はない。本当か？じゃあ時間がたっぷりあるってんなら、なんで行営層にはたった半日しかいなかったんだよ。まず時間がたっぷりとあるというのは命の長さから見たものだ。次に、行営層に行ったことを君たちは知っているのか？なるほど、説明に感謝する。 I completely missed that. So do you deliver a gift? ああ、もう届けたから安心してくれ。我らが決闘代理人は本当に大したもんだな。あんたをここまで来させたのがただの配達のためだったとは。ただのついでだ、気にすることはない。ならよかった。クロリンデさんがわざわざ購入してくれた茶葉とキャンディーはメロピデ要塞が確かに受領した。口頭で確認が必要なことだろうか？些細なことゆえそうかしこまることない。そうかい。それにしてもこの茶葉の山、彼女の手土産ってこんな感じなのか？ちょっと多すぎて受け取るのに気が引けるな。ああ、それはすまない、一部は私が買いすぎてしまったものだ。お、うん、どういうことだ？10巻で半額だったのでな。あそういうことか。なら任せてくれ、なるべく早く飲み切ろう。ああ、感謝する。それともう一つ君に渡すものがある。これは模様の刻まれた石板？その言い方も間違いではないが、より正確に言うと、A legal codex? 法典。紙とペンがなかった時代、人々は石板に刻むことで全てを記録していた。法律も例外ではない。なるほど。古来より人々は審判の公正と公平を象徴するものとして天秤を使ってきた。故に私も文字の代わりにこの模様をあしらってみたのだ。最初の法典を模倣したこの工芸品はある種のオマージュと言える。こたびの出先において路上で陶芸体験の屋台を見かけたため、試しに少しやってみたのだ。前にクロリンデと冗談を言い合っていたとき、君に法典を送るという話をしていただろう。それがこれだ。ああ、あの冗談か。ああ、
まさか君も覚えていたとはな。この贈り物はなかなかウィットに富んでいるだろう。ああ、そうだな。それに、さすが我らが最高審判官って言ったところか。お気に入りの冗談も法に関係するものだとは。全く感服する。それほど深い意味を持つ代物だ。メロピデ要塞の保管庫でも真ん中に飾るべきだろう。いや、そこまでする必要は。冗談だ。俺は保管庫なんか持っちゃいないさ。ま、物置ならあるがな。これは看護師長がコレクションしてるマシナリーのパーツの。I think Sijuin would like that, to be honest. ああ、そうしてくれ。じゃあ、行営層に行ったのは、それを作るためだったのか。うむ、その通りだ。もちろんそれだけでなく、現地の山の泉水を飲むためでもあったがな。Oh, how was it? 以前フォンテーヌに送られたものより純粋なものであった。したがって長距離の運輸は、道中にある他の思いを水に混入させてしまう恐れがあるということだ。本来の味を楽しむためには、ふむ。確かに休暇を取って、さまざまなところを渡り歩く必要がある。As they say in Leeway, a balance between work and play is sure to keep your troubles at bay. 君までそういうのであれば、どうやら私のこの考え方は間違っていないようだ。たく、自分を休ませるためにわざわざ理由を作らなきゃいけないやつなんて初めて見たぞ。時間がたっぷりあるんだから何したっていいんじゃないか。ああ、君の言う通りだ。だが、私は何をしたいのか、これまで特に考えたことがなかった。しかし、先日リーユへの仮説に関する記事をいくつか読んだ折、この目でその光景を見てみたいという考えが脳裏に浮かんだ。そして今朝、ちょうど仕事の予定が入っていなかったゆえ、行動に移したのだ。How was it? 新鮮の一言に尽きる。ふと思い至っての行動ではあったが、多くのことを考えるきっかけとなった。例えば陶芸品について。土はもともと形のないものだが、水を適量加えれば柔らかくしっとりとし、形を整えやすくなる。水や料理を装う容器がどう生まれたのかを考えたこともなかったが、こうして自ら体験ができた。どうだろうか。これも今日私が作ったものなのだが。That's cute. Wait, you made this? Can I have it? It's so cute. There's a big lead. Is it? How big is it? Spoon だったのか？首の長い怪獣かと思ったぞ。確かにそのような芸術的な意図も込めてある。It's amazing. 本当だろうか？これを用意しなと。Yeah? 正直に言うと、今日まさか君たちに会うと思っていなかったのだ。故に何も用意をしていなかった。リーウェの仮説にあたり、人間社会のマナーでは新年を祝うためのプレゼントを用意すべきだという。Okay. もしよければこれを受け取ってくれないだろうか。Wait, you should, what? You sure? Can I keep this? You made it by hand and everything. だからこそだ。受け取ってくれたら幸甚だ。Thanks. ああ、どういたしまして。回答祭を祝して。And that reminds me. You pass along the advice to for Nulet's vacation. 自分の休暇申請を自分で通すか。自堕落の渦に陥ってしまいそうで、かえってルールに背いてしまいそうだ。だが、うむ。承知した。これまでプライベートで出かけたことはあまりなかった。仕事のスケジュールが理由の一つではあるが、それだけでなく、もともと人間社会に関わろうと思っていなかったのだ。しかし、人間の世界は確かに興味深いところだと、今はそう思えるようになった。Could I have told you that?
Aww. Oh, that's so cute. Wait, that's really cute. Oh, wait. How big is it? Where are you supposed to go? Furnishing. That's so cute.回答祭はリーウェの新しい一年の始まりを意味する。さて、この新たな一年が温かな海流のように前へと進み、所持がつつがなく流れることを祈っている。Okay. Cool. See you next time. Bye. Bye.